はいどうも、本日はですね、卵を一つの顔に持った方がいいよっていうお話をしたいと思います。こちらですね、世の中は卵を一つの顔に盛るなっていうお話はたくさんの方が聞いてらっしゃると思います。あれは今のですね、暗号資産の市場においてはですね、間違いだったっていうことが言えると思います。暗号資産のですね、市場に資金を投入されている方は存じ上げてると思うんですけども、ビットコイン並びに他のアルトコインね、間に同時かな、最近だと、あと IOST とかもう上げればキリがないんですよね。イーサリアムクラシックとかね、昨日おとといぐらいで言えば、いっぱいあるんですよ。でこれ一つの株に持ってですね、なんか格闘家の方がですね、 IOST で、500万円入れてですね、20倍になったのかな、で1億円達成したよっていうお話をなんかメディアで見たんですけども、あんな感じでですね、地合いがあれが当たり前になってしまってます。今、資金を暗号資産に投じてない方は、ローを多くして益少なしっていうね、時代の中を生きてるのにかかわらず、暗号資産に資金を投じてる方々は、高速でですね、みんなが歩いてるぐらいの速度で稼いでるのに、飛行機ジェット機並みにですね、資金を爆益させて、しまってるというのが事実としてあります。で、本当センターピンに当たるところっていうのは、なんで卵を一つのカゴに持った方がいいのっていうのと、卵を一つのカゴに盛るなっていう部分なんですけども、地合いですね、ここが大きなポイントになります。高度経済成長に当たる方、今の70、65から75ぐらいに当たるのかな、よく調べてないんですけども、その辺の方々っていうのは、上に従いですね、同僚と協調性を持って生きることによって、莫大な資金でもないんだけども、家を建ててね、で子供の教育費だったりとか、いろいろね、お金っていうのは苦労ほぼほぼしないでね、それは嫌なね、上司に従っているのは大変だったんだけども、全体がそれでね、良かった時代ですよね。でそれが許された時代だったので、それがある種正しかったんですよ、家を持ってっていうのはね。で今であれば家を持ってっていうのも私間違いだと思ってて、あと貯金もね、昔は良かったっていうのは、金利がですね 7% とか6% だから、72の法則っていうのがあるんですけども、72かける倍になりたい数字っていうのかな、だから今の金利で言えば 0.001 とかかけると、その倍になる数字が出るんですよ。100万円だったら200万円になる数字が出るんですけども、あの計算方式でだいたい 7% だと10年で2倍になってたんですね。そんなことがあって、本当に貯金が良かったんですよ。リスクを取らずして、そんなことができたと。でも私たちの今の状況っていうのはどういったことなのかというと、貯金預金一つにとっても、これから消費税みたいなものもどんどん増えますし、年金はほぼほぼもらえないで、本当納めるだけ納めて終わってしまうっていうのが事実としてありますよね。それはみんなも分かってると思うってことで、本当に貯金はそのあれで罰でしょ。でも暗号資産の方に投じればお金が増えるでしょ。ってことはやっぱり違うんですよ、全然ね。で家を持たない方がいいよっていうのを私言ったんですけども、それは理由があって、今から日本はですね、ここ20年くらいで人口が半分ぐらいになるんですよ。今1億2000万ぐらいなんですけど、これが6000万とかになります。ってことはどういったことが言えるのかっていうと、過剰供給になるんですよ。過剰供給になるってことは、住む場所がいっぱいあるんだけども人間がいない、つまりそこの相場が下落するんですよね。急下落してます。急下落っていうのかな、超下落してます、っていうところが見えてるんですね。ただこれにはまたね、政府の動きによってちょっとですね、変わってくる部分もあると思うんですよ。外国人を受け入れるとかね、日本のいい部分っていうのは本当に安全安心だという。で、職場でですね、たまたま一緒のネパール人っていうのが職人さんでいらっしゃいまして、その方が日本はいいって言うんですよ。
で、私からするとゴミも多いしね、良くないんじゃないのっていうお話をしたんだけども、ネパールよりゴミが少ないっていうんですね。多分そのネパールの方はゴミ処理場っていうのを見たことがないから言えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ日本って国は世界一のゴミ国家なんで、で、そして、食料、食品ロスもですね、世界一なんですよ。日本の食品ロスの半分でですね、日本の食品ロスで、世界の飢餓が救えるぐらいのね、そのぐらいのロスなんですね。うん、なので、まあ、そのネパールの方からすると、その辺が見えてないのでね、なんとも言えないところなんじゃないかなと思うんだけども、でも、安心だっていうのは、外から、外国から、ここに日本にね、入ってきた方が言ってるんで、まあ、それはそれで間違いないのかな。で、そこで政府は、まあ、外国人を受け入れるよと。いう話を持ってくれば、これは人口増になるので、今言ったですね、家を買わない方がいいとかね、土地が下落するとか、まあマンション価格が下落するっていうところは当たらないと思うんだけども、でもまあ、これはですね、まあ、私的にはこのトレンドは免れないんじゃないかなと思います。人口減になって、住宅下落、土地下落っていうのは価格がね、間違いないと思うんで、ここで、住宅を買ってですね、ローンを組んで金利を、たくさんの金利を払ってるっていうのは超リスク大なんだと思うんですよ。若い方とかちょっとこれはですね考えていただきたいんですけども、特に20代とか30代とか家買っちゃってローン組んじゃったとかっていうのはちょっともう遅いんですけど、ローン組もうかなとか考えてる方は、これはですね、日本の人口推移とかね、総務省あたりが出してるんで、その辺をね、見てみて、ください。私が言ってることがどうなのかっていうのが分かると思います。ってところで、話はですね、こう、逸れたり、分け道に行ってしまったりしたんですけども、卵のを一つのカゴに持った方がいい理由っていうのをお話ししてみました。それでは。